おはよう。おはようございます。他人のベッドでよく眠れましたが、落ちないでね。他人のベッド寝れました？めちゃめちゃよく寝れました。あれ、よかったですね。おつもりです。おつもりです。今日は、アウェーサンフレッチェ広島戦の遠征のために、4時46分ってことでね。5時になってないですね。はい。まだ、すき家の朝メニュー始まってないです。めちゃめちゃ早く起きたので、今から7、8時間ぐらい、車で、わって行って、あそこ行くんだよね。あのエリオンスタジアム向かいたいなと思います。僕は行きません。あ、なんで？いや、今日カムリなんですよ。あ、皆さん来てください、待ってます今日。あの公開日の時はもう今日じゃないよ。あ、そうですね、公開日シフト違うか。はい、違います。おつもりです。ようこそグレモルの日常へ。お前ら結局寝てないの？寝てないよ。キャラの動画のね、翻訳を彼が。ああ、やばい、ありがとうございます、本当に。すいません、なんかいつも。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。これから。3時間で終わらせました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。では、高橋さん、待ちましょう。待ちましょう。待ってるよー。いや、怒られるぞ、マジで。はい、こちら月日ってことで、岡山県まで着きました。今ちょうどね10時、50分なんですけども、あの5時間過ぎぐらいかな、5、6時間ぐらい経って、なんとかここまで来たんで、あと少しですね移動していきます。まあ移動するっつっても俺助手席に乗ってるだけなんですけどね。硬い。やっと見えました。ついに看板見えた。でもさ、数ヶ月ぶりのエリオンスタジアム着きました。あ、やば、前回雨で、正直辛い記憶しかなかったから。うん、勝ったけどもね。そう、勝ったけどもね、なんとか来れました。やっぱ愛さに比べるとちょっとでかいね。天気もあの暑いってほどでもないからさ、ちょうどいい気温だから。そうだね、飛びやすいね。そう、あ、飛びやすいね。これから飛べるから。ちなみに今現在の時刻、12時45分ってことで、ゆっくり待ちたいと思います。広島側のホーム側に来たんですけど、若干なんか屋台の数が多くなってて、ルヴァンカップの時よりも充実してますね。今日なんかブラジルデーみたいな感じでやってるらしいんですけど、エスバルと親和性がありますね。お久しぶりです。おかえり。覚えてるかな。うん。お久しぶり。あれ以来ね、グレモル君の見たよってずっと思ったボーダーの声とか言ってくれる。え、本当ですか。ほんま、え、嬉しい。うん、マジか。あれに映ってた人でしょって言われて。そうです。え、マジか。いや、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。まためちゃ気になったんですけど、あの1名増えてるんですよね。工場頻度結構実は高くて。あ、そうなんですか。大体来てくれるんですけど、ね、時間帯によっておったりおらんかったり。そうそうそう。ちょっと待って、お面の裏がさ、レターパック。ハハ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 ハ。あ、そうなんだ。これしかも売れ行きが良かったからってパート2も出たの。さすがに30周年記念のマスクはないですよ。これはない。ないですね。ルヴァン以来に会えて嬉しかったです。ありがとうございます。絶対来るだろうと思ってたから。もちろん。これより早く来て準備したなと思って。嬉しい。めっちゃ嬉しい。僕
僕らもね、あのこれ取り上げてもらったおかげで、なんか、その知名度広がったし、え、マジっすか、みんな喜んでもらえるんやったら、それが何よりだから、サポーター同士は仲良くすりゃええんよ。いや、マジで。それ通りです。この通りですね。あ、これが知名度。あら、え、すいません。いいありがとうございます。これな、お、ボールペン？ありがとうございます。産地の。ごめん、うちに何であるか分かんないんだけど、はいはい、いっぱいあったから。ありがとうございます。だいぶ古いやつだから、え、かわいい。ごめんね。いやいや、ありがとうございます。いただきました。じゃあ、俺もお土産。え？お土産。ちょっと開けてみて。でれん。え？なんでかと思うんですけど。何のゆかりもない。来年もしかしたらレッスンス行くかもしれない。それ誰にでも言えることじゃない。いや、でもすいません。ありがとうございます。いいえ、どうも。しっかりあの広島グルメも堪能して帰ってください。はい、ありがとうございます。来年もお待ちしてます。ありがとうございます。はい、いい試合、社長。はい。ありがとうございます。ちょっと言わなきゃいけないことあるんでしょ。柏戦の時に視聴者にいただいたグレモルと僕の分のどら焼きを2つとも食ってしまいました。すいませんでした。は？かわいいかお前。俺の分を？うん、忘れてた。お前ドラえもんよりあるんじゃねえのか体重。今日のスタグでこちらサンチバーガー。これサンチバーガーが1000円でセットで1200円だった。これそうだね。そうそうそう。見てよこれ。お肉めっちゃ分厚くないですか。おお。こちらサンチバーガーいただきます。サンチェ君分厚いね。サンチェバーガーだから合ってるわ。そうそうそう、合ってるわ、合ってるわ。そうそう、でもここパルチャンソースあるやん。やめろお前。肉質が結構固めだと思うんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。鼻にスーッとお肉の味も透き通るような感じがして、すごい食べ応えがあって。サンチェ食べ応えがある。いや、やめろやめろ。燃えるんだよ。ね、これのポレートね。うめえ。間違いない。いやー、ジャンキーだけど、ね、この組み合わせは犯罪だよ。ジャンクなのがいっちゃうめえよ。リオンスタジアム共催は食べてみてください。めっちゃ美味しいです。さあ、見えた、リオンスタジアム、あのちょうどルヴァンカップ以来の光景ですね。雨すごいよー。勝田優吾、背番号50、鈴木義則。背番号7、片山英一。ゴールキーパー背番号38、大迫圭介。ディフェンダー背番号7、野津田学人。背番号9、ドーグラス・ビエイラ。監督ミケール・スキップ。
一気に疲労が出たわ。てか何、川村拓夢って何、あれやばいだろ。悔しいわ。マジでバカうまかったわ。本当にうまかった。本当にうまかったわ。川村、飯食おうっすよ。とりあえず飯食おう。アトムのそばのもち、はい、はい、起きた。アトムのうどんのチーズ、はい、はい、うん、バカうまい。食べてるファンじゃないけど、そういうことじゃない。そうそう、みんなの大体も分かる。絶対勝つ。最初はグージャケっぽい。最初はグージャケっぽい。
最初はグージャグポイ、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 マジか、楽しみそー、楽しみそー、最初はグージャグポイ、よいしょ。人の金で飲むドリンクはうめえか、人の金で飲むドリンクはうめえ、ブレモル君ショッス俺ら何人、そう学生組に、そうで、VS 高橋さん、で、負けたらおごり、どちらかでもいい、行こう行こう、マジ負けたら俺がおごり、負けたら困りかな、そっちで OK さ、最初はグッズグッバイ、うわーじゃあ、OK、 キャラメルフラペチーノいただきます。うめうめ、たかしのおごりで飲むフラペチーノはうめえか、たかしのおごりで飲むフラペチーノはうめえ、うめえ、あようこそグレモルの日常へ、チャンネル登録そして高評価、グレモルの日常よろしくお願いします。シミーズエスパーズ。